事件の原告側が述べた状況説明に対し、反論の鍵は時系列順にリネが地下道で何を体験し、リネの話によると地下に入った後は通気口、リネはリネは地下道の名探偵パイモンから言いたいことが、カウントダウンが始まった時、でもこいつはすぐに通気口を通って歌劇場の地下室へも着いた後、リネは誰もいないはずの部屋、そんで地下道に戻、そしてリネが地上に